いやちゃよ、ラジオです。いやちゃよ、みかんぶえです。しゃっていということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、キョスケクローンやりたいと思います。キョスケクローンやるんですか？キョスケクローンです、今日は。キョスケクローンですか、今日は。今日はキョスケクローン。今日はキョスケクローン。ということでね、キョスケクローンなんですけど、これね、うん、今めっちゃ流行ってるデッキで、ラバクローンよりもクローンデッキとしては今一番流行ってるデッキですかね、多分。マジでね、あんまり弱点がないんですよね、これ。なんか勝てないデッキはって言われても、別になんか、あの、今一番流行りの、あ、一番でもないかな、ちょい流行りしてる、あの、前みかんさんが紹介してたペッカゴボガヤポイズン雪玉みたいな、あれはもうなんかポイズン、エレキ、タルババ、雪玉があって、あと小屋、あの、大きい呪文がないから小屋もね、ちょっとしんどいっていうので、多分あれはちょっと相性厳しいんですけど、でもなんか本当になんかポイズン、雪玉、タルババみたいな3スペツに出ても普通に突破できたりするから。そうなんだ。そう、ということでね、俺が気に入ってるチンパンデッキです。いや、マジ強いね。いや、本当にね、あの、キョスケとネクロにクローンかけるだけで、うん、そう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 、なんかたまたま折れる、ね、なんか、あれ、なんで今折れたのみたいなさ、そう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 、俺もわかんないみたいな。そうなんで、ね、ネクロが意外となんかスケルトン生成するの早くてね、そうそうそう。あとなんかやっぱポイズンとタルババをネクロに打たないと死なないから、うん、どっちかを割いた時にネクロとプラス盾出してクローンすると、うん、ネクロが残ってなんかね、いい味出す。ソリナ、ネクロマッハで処理できるカードがね、ライトニングぐらいしかないから、うん、確かに確かに。ライトニングなんか今時あれだもんな。てかライトニングだったら逆に刺さるみたいなとこあるしね、うん、なんか防衛ポイズンされてもランバーとかキョスケとかが普通に強いからマッチングしません。マッチングしないですね。ダメだ、またボスラッシュだ。本当だ。グラチャレがね、やばいよな。やばい。展開プレイヤーしかおらん。マジでさ、うん、なんかもうやってる人が少なすぎて、うん、名前知ってる人としか当たらんっていうね。まだ4勝くらいならでもまだ大丈夫だけど、8あたりから、うん、もうマジで展開しか当たらなくなるよね。そう。もうなんか強い人の修行場みたいな。そうそう、ね。なんか一周回ってグラチャレの難易度が上がってるっていう謎のね。暇なんだよ。マルチとかダメな。マルチで行くか。マルチで行く？トロいくつですか今？トロ多分秒でマッチングするマルチは5100ぐらい。トロ低くね。低いですよ、やってないですよ全然。よし来た。早い。ちゃんと分かんない人だ。とりあえず、うん、まあつけバレとかぶん投げ、まあちょっと待ってもいいかなって感じではあるけど。ネクロ強いてばネクロ切った後のプリンスがちょいだるぐらいですか、ね、ああ確かにね、陸受けの細かいのがネクロしかないから。え、ヤクザだな。ヤクザ、これはヤクザ絶対こびないわこれ。うわ、しかもタゲがやばい。タゲがやめてやめて、やばい、死ぬ。え、嘘でしょ。タゲが、うわ最悪。マジか。これでもちょっと延命したい。なるほど。うわ、ザップ持ってつれー。いやー、初動の動きとしてはちょっと持ってかれた感あるな。やべえな今の。やばい、ね、ランバーもなかったしな。ベビードラガムのだな。そうだね、うん、これまた来るか。何枚切った、まあ、あと1枚か。あと1枚でドイジェムあるぐらいか。おお、ね、うん、ファイボとか飛んできそうな香りするな。そしたらもうランバー、端前ランバー。おいしい、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 これいい、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 これいきます。もういきます。ザップも切ったからね。え、ちょっと早い。まあまあ、うわ、チンパンやん。オッケーオッケー。いや、ババが一瞬で解けんじゃん。そうそう、で、こっちにもザップつかないといけないからコウモリ出して。えこれで折れます、なんと。やってることおかしくね。なんとこれで折れます。これクラロワスか。これクラロワス。これクラクラじゃないですか。これクラクラじゃないです。ネクロマンサー2体いるから。実はクラロワなんです、これが。なかなかないよね、クラロワでネクロ2体出るところってさ、うん。でこれも書いて、これ死亡時付けがいい味出してんな。それな、カウンターさせない、させないんだよね、うん、でキョスキョスケして、もうバチコリ多分4か5ぐらいレア取ってると思う。Y の感覚、 Y 賞の感覚ドリーマーぐらい、うん、どうしようかな。とりあえずザップ切ったからまずいけど渡して。とりあえずネクロ足していき、ランバーとスケバレを渡しますね。はいはいはい、はいはい、ほんで持ってここでんークロン。いやあ、やばい、死ぬ。いやでもスケバレがこれザップ使うもんな、あそこ。よいしょ。おーおーおー、あー遅い、うん、遅いなコウモリが。
あ、次は羽島エロいかな、ワンちゃん。だからここら辺から、そうだね。ネクロだしの、まあランバここは死んでもしゃあないみたいなとこある。お、ワンちゃんいける。いや、生きるな。ワンちゃんいけるな、これ。これ、キョスケ、羽島エして。はい。はい、出た。クロンが範囲広いんだよね、そうそうそう、マジで。いやいい、ババが一瞬で解ける。いいね。いい、すごくいい。またクラクラしてんすか。クラクラしてます。さてはクラクラのプロプレイヤーですか。クラクラのプロプレイヤーです、僕実は。いい、やばくね、最高すぎる。なんでこんなやってることがさ、出すだけでこんな強いのっていう。いや、やっぱね、出すだけじゃないですよ、実は。違う、ね。でもね、コウモリの追いたき、ザップ切った後とか、ザップ使うだろうなってやったのが、あのコウモリ追いたきは、まあまあでしたね。ありがとうございます。ですが、まあ、それだけで折れちゃうっていうね。それもおかしいけどな。それもおかしい。コウモリで折れるってすごいよな。やばい。うん。なんなら多分コウモリなくても折れた説ある。説あるな。ネクロ2体いたらさ、うん、あれランバーのレイジ乗ってたら、スケルトン殴るだけでネクロ一生攻撃できなくない？やばいよね。ね。ハメ技じゃん、マジで。バルーンか迫撃かって感じか。うーわー。枯渇かな。枯渇か。なるほどね。確かに。だるいな。枯渇がなかなかにだるいですよね。プリンセスがだるいんじゃない、一番。プリンセスだるい、ね、手届かないし、うん、なんかこれネクロ死んだ後のケツプリンスとかもアホだるいし、まあ、ネクロ今度から後ろから出せないな。やめてー。とりあえずこれで苦労していきます。手打っとく。手打っときます。これで、おお、これでワンチャン、あの、この折れることを祈る、祈るだけ。オッケー。あー、まあでもこれベビーめっちゃ入るくない、まあ、めっちゃ入るけどちょっとつらい。スライム、うん、マイスピバレルとかちょいだるっすね。オッケー、しっかり取れない警戒だな。いやー、うわ、だる。あー、いったい。ちょいやる。やだー。うーん、こっからだな。こっからっすね。ロケ、ケツキョスケはロケ打たれるよな。でも打たれてもいいから。いやー、2倍前は多分打たれないと思うな。キョスケには打たんかな、さすがに。ネクロいたらまだ打たないと思う。なるほど。ネクロはなかったら、手札なかったらと思うけど。よし、うん、おお、これ美味しい。早く走れ、吹きや。頼む、頼む、頼む。ほどよく、ほどよくな。あ、あー、これもう、あー、無理だ。あ、入らんな。いやー、だるい。アウトローを、これ必殺技見せる時じゃない？必殺技見せる。いきます。あ、そうだ、あれか。うん。出た。あー、これでもダメだ。プリンセスで行かれる。これ後ろのキョスケが前のキョスケを押してタワー届くっていうバグ技があるんだよね。よ実はバグ技がある。実はバグ技。あ、待って、ランバーめっちゃ入ってんじゃん。めっちゃ入った。これはなんだ、ハシマプリン、あ、これいけそう。一体ちょっと痛えけど、やべやべやべ、まあこれで手打ってやるか。1ミスった。うん。こうやっちゃうわけ。来ても、まあでも別にここに取れても。タサゲゲーミングできる。うん、来ても。いやー、プリンだるいな。これどうしようかな、プリン。うん、プリンしゃあないかな。ベビドラ走らせるのは違うかな。あ、ありだとは思う。タゲ取れるからね。あれ取ったし、これ、とりあえずネットを出して。そこランバーとかじゃないんだ。へえ。ああ、ランバーの方が良かったかもな、でも正直。よし、来た。よし、来た。よし、来た。来たぞ、来たぞ。俺たちの時間。まあ、いや、これ、サンコスかけるだけ得だもんな。マジで。丸得だわ、ほんと。あ、でもこれ、丸太がさ、ネクロ死亡時のスケまで処理するのが強いんだよね。このベビドラの位置、完璧です。いや、いいね。すごくいい。ありがとうございます。どうすっかな。ネクロこの位置反応するかな。する。いいね。ただプリンセス回っちゃうから。あー、やだー、やめてー。ちょっと相手のペース入ってんな。ちょっと入ったね。つれーなー。これ、これ自陣で受けるっきゃないな。これ足前で止めたいな、本当は。よいしょ、 OK。 いやー、でも吉。いや、まあこれでもプリンス寄るから普通に地高寄れ。ただベビトラの方がだるいんじゃない？プリンがちょいだるっすね、マジで。ネクロ出さないで、コウモリで処理したりとかした方が、うん、そう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 。やばい、危ね、危ね、危ね、やばい、やめてー、やめろ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 、ロケットのカホリがする。まだセーフ。オッケー、モルド来た。これはいける。これは行ってくれって言ってる。もう。お、お、お、あ、ネクロにかかってない。いや、ベビがめっちゃいい味出してる。お、これ行ったくね？いけ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 。いけ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 、足らねえ。いや、右が若干ちょいだる。え、そっちかい。うわ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 、やばい、死ぬ、やめてやめて。あああ、つれー。プリンセスがしんどいな。プリンセスしんどいね、やっぱり。ワンチャンいかんかなと思ったけど、
ダメだったな。バンもチャーもだった。バンもチャーもだったね。でも惜しいな。一撃で持ってきたよね、できれば。大きい呪文がないから、ね、てか、なんならタワーに与えれるダメージの呪文がないから、うん、トルネとクローンだけだからね。そうなんだよね。ユニットで持ってかなきゃならないのはちょっとしんどいかな。確かに、ちょっとトルネでバレルを守りすぎた感が、ダメですね。おや？あ、びっくりした。うわ、やってることがやべえ、相手。相手もここクローンかけてきたらやばいけど。やばかった。ホグクローン。やばい。ちょっとこれ間に合う？遅れた。あ、ここポン、まあまあ、これいけそう。いや、バルキリー持ってんの。いや、バルキリーがノックバックしてさ、スケルトンめっちゃ入ってるよ。バルキリーを溶かすっていう。しかもスケルトンラッシュになってるこれ。やばくね？え、やばくね？まさか？え、バルキリー消えた。やばくね？折れた。えらいこれ。え、あれっす。スケルトンでバルキリー倒す男やん。そうそう。もう裏技、裏技。え、これ、動画のタイトル？タイトルできる。スケルトンでバルキリー倒す男。なれます。なれます。なんだ？ウィザードか。どうすか、普通でもバルキリービズってしんどいよな、うん、確かに。でも1本打っちゃえばあそこちょっとつけて焦るね。なんかもうやれる、何でもやれる、ね、これランバー死ぬくない？お、いい、なんかたまたま噛み合った。これランバー死ぬよな。いや、多分、あー、んー、いや、でも普通にこれタゲ取ってからスケルトかな。なるほど。やばい、脳筋になった。くー、オッケーオッケー、まあまあ許せ許せ、サスケ、うん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 、とりあえずはこれでどうしようかな。あとバルキリー、あー、なんか来た。あー、だめ、ザップ持ってたら終わりじゃん。やめてくれ、ザップないこと祈る。あー、やめて、やめて、失敗した、重すぎる。あー、あー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 、やってもうたれですね。やってもうたれだ。あ、でもちょっと残った、ちょっと残った。うん、これ右側にケツキョスケしてつける。組んじゃう、組んじゃう。はい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 。大きいじゃんね。矢ダメだったよな。矢ダメ切って1枚でしょ。でもありそうだな、なんか普通に。僕の予想していいですか。はい。フリーズです。なるほど。じゃあクローンしてさ、溶かしたいんだよね、うん、これ普通に早く。あ、いいね。あ、まあいっか、これ別にクローンしないで普通に。いや、多分ミス残り。まあこれで、あー、ちょっとだり、ちょっとだれ、やばいやばいやばい、やばいけど、まあまあまあ、ちょっと流れが、ちょっと流れが悪いですね。悪いな。うわ、やばい、やめて。あれ、ホグ回ると思ったら 回ってるんかい。やめ、よいしょ、よいしょ。あ、やめて、やめて、やめて、溶けちゃうよ。やめてよ、やめてよ。ねーい、いやー、きつい。いや、でもいいや、これはうん、もう一回ケツで。いやー、つらいんですね。でも、それだったら、橋前京介して、クローニング、おい、あえようか。お、やってね。クローニングして、これでまず足元のやつ死ぬでしょ。はい。あれ？あれ？ちょっとまずいですね。ちょっとまずい。ちょっと、これ、ウィザード倒してくんないとまずい。危ねえ。トルネで、京介の爆弾に水持ってくればいけるな。そうなんだよね。うん、だからクローンで爆破させたいんだよね。いい処理、いい処理。あ、まあまあ、これはしゃあない。オッケー、キョスキョスして、ワンチャンホグヤノアめくるけど、まあ来たら来たで、来たら来たでね、来たら来たで美味しい。ファイブでしょ、これさ、普通にワンチャンいけると思うんだよな。そうだね、バレ嫌いからここネクロつけないで先にクローンして、これタワーの方にトレネで持ってってクローンかけた方が多分強いと思うんだよな。お、あれ、なんか、まあ、まあまあ、なんかいい感じになったか。やめて、うぃー、いいね。あ、これ入ってんのか。いやー、渋い。いやー、なんか、自利品だな。下ってんな。これはワンチャンある、普通に。真ん中？お、そっち行く。お、やってね、相手。やってるやってる。やってるやってるやってる。行け！まあ、ネクロかかってね。かかってない。くー。でも？でもいいよ。おお！来た、これ来た。これバルキリー溶けるぞ。バルキリーが溶ける、スケルトン。真ん中、真ん中、真ん中。よし！スケラやん。スケラ。さてはこれスケラデッキ。スケラデッキです。これスケラ。相手のもうタワーにスケラ打つことができる。あれスケバレって何体出るっけ？スケバレ何体？7体じゃなかった確か。だよね。7体2つで14。14。14体出て。スケラやん。スケラです。スケラです。ということで、今日はね、
クローンデッキ紹介していったんですけど、まあ、コカツもちょいつらっすね。うん、コカツってか、まあ、プリンセスかな。プリンセス、うん、プリンセスと、まあ、プリン、まあそうだね、プリンセスがちょいつらっすね、うん、ってことで、まあそんな感じっすね。マジで、強いデッキなんで、使ってて思ったのが、俺も前結構ラバクローンもずっと使ってたんですけど、うん、ラバクローンに比べてやっぱリスクが少ないっすね。1-0 で勝てるかな、より。まあ 3-0 ばっか、3-1 とかばっかなんだけど、1-0 でラバクロよりもタワー1本守れるって感じですかね。守ろう、本気で守ろうと思えば。ただ攻撃にぶっぱしすぎておられるっていうのがちょくちょくあるんですけど、普通に何だろう、守れるデッキなので、まあ、シンプルにキョスケトルネとかの防衛力が高いってことかな。高いですね、うん、普通に。あとネクロとかベビドラもいるから、うん、普通に2倍入ったらネクロベビドラ置いてフューってやったらもう終わり。まあ、橋前の攻防負けることはまずないかな。まずないですね、うん。あとはそのやりたかった技があったんですけど、一個そのなんかね、キョスケをまずクローンさせるとなんかね、あれなんですよ、後ろのやつがね、うん、押したり、まず押してなんかね、説明が難しいんですけど、クローンねかけると、そうそう、なんかキョスケの後ろのやつもちゃんと重いから、なんか前に歩くからなんか押してくんですよね、うん。例えばキョスケが来たとして、キョスケの目の前にペッカーがいたとして、はい、でクローンかけると後ろのキョスケが射程短くて、前にいるペッカーの方に歩いてくるときに、そのクローンしたやつがクローンされた本体の方を押し上げてくるっていう。そうそうそう、だからもうなんか、うん、このタワーが、タワーとペッカが、うん、とキョスケがこう一直線にあったら、うん、なんかペッカをこうやって殴ってるのに、ペッカをタワー側に押して、そうそうそう、キョスケのクローンと本体のキョスケ2発のボーンってタワーに落ちるっていう、ね。でクローンそのものも、あれクローンかけた時に本体のニット一歩前に進むから、そうだよね、そうそうそう、なんかもういい感じに押してくれる、うん。あとはそのなんかクローンかけた時にエリクサ、俺がさっきそのトルネ自陣に引っ張った時ちょっと失敗したんですけど、うんうんうん、キョスケクローンかけた時に相手が範囲系のユニットがあると、後ろのなんだろう、キョスケだけ死ぬから、うん、それに、トルネード集めて、まず今相手の残ってるユニット全部倒してから、うんうんうん、本体のキョスケと後ろのクローン勢で一気に持っていくことができるんで、うんうんうん、そして相手が範囲ユニットアイスウィズとか、あとタルババとかをね先に打ってきたりして、後ろ のキョスケのクローンが死んだら、そこにトルネードかき集めるっていうのが一つの戦略です、はい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 、って感じで今日はこのデッキ紹介してたんですけど、ぜひね、楽しんで使ってみてください。強いっすね、マジで。普通に強いね。マジで強い、マジで強い。なんでね、おすすめです。ということで今日は番で終わりたいと思います。グッシュアッシュピーン。